ミスターままさん、えー、久保です。す、えー。いいいつもね、ごご覧いただきましてありがとうございます今回はですね、一つのテーマをもとにお送りしようかと思うんですよ。それはですね、挑戦の先にトラブルがあるってことなんですよね。何か新しいことを挑戦するぞって決めたその延長線上に必ず問題、課題、トラブルがあるんですよ。なぜなら挑戦っていうのは、自分が今までやったことがないことをやるってことなんですよね。えーまあ、だから、 やっったここここととととととなななないいの中には知らかととか意外てんですよだからそれをいちいちねぶつかるたんびにやめてしまえばそこで終わりなんですけどもぶつかるのを前提でやってますからじゃあそれをどのように自分の挑戦に組み込んでいこうかな自分の挑戦の経験として知識として知恵として組み込んでいこうかなというふうに考えていくとどんなことが起きてもねワクワクするんですよね。でで今回私はですね単純に、えー、こう 新富士ね静岡に行って広島に帰ってくるっていう旅だったんですけどもやっぱり旅ってのはそれそれののものが挑戦なんですよね、えー、どんなチケットを取るのかとか誰と隣り合わせになるのかどんな人と会ってどんなコミュニケーションするのか何を食べるのかね旅行中にお腹を壊すこともあるかもしれませんし電車に乗ればね不特定多数の人のこう出勤の列とかにまみれてもしかしたらね旅行中に風邪をうつされちゃったりするかもしれないと。で 不慣れな道を歩けば、当然ですけどもね、怪我をするかもしれないっていう中で、私は今回、怪我をしてしまったんですけどもね。でも、怪我をしても、健康保険はあるし、まあそういうことを想定したあ、キャッシュね、お金も持っていましたし、それから、1日2日遅れても大丈夫なようにスケジュールもありますんで、まあ私はスケジュールがないんですけどもね、えー、そういうふうにしていくと、何が起きてもあんまり慌てないんですよ。で、その中で見たのが、あ,ーあれですね、台風が来ているってことです。 ハリケーンのこともそうなんですけどもトラブルっていうのは多くの人が関心を寄せるんですよね。でトラブルに対していろんなことがリスクヘッジできてない人にとっては面倒なことになってくるんですよ。そうですよね今回も日本ではねだいぶ多くの地域で飛行機が止まったり新幹線が止まったりいわゆる旅行者の足が止まるわけですよ。そうなるると一気にね人が集中するのは 空港とか駅とかそして宿泊施設その周辺の飲食店なんですよね特に台風が降る、えー、今回みたいに来ると閉店する飲食店も多いんですよ従業員さんの安全考えてそうなるとあっちこっちのお店でまあ人があふれ返るんですよねでその時に私がどういうふうに考えてるかってことなんですけどもすでに放送しましたけども駅がいいいいっぱい並んででてチケット取れないわけですよねそこでどういうふうに考えるかってことを一つ私はですねネットで チケットを取りましたんでスムーズに行き取りたりともね一回も並ぶことなくチケットを取ってるんですよでもう一つがですね、えー、宿泊施設です宿泊施設もネットで取ると今契約できる予約できる宿泊施設がドバーって一覧で自分のいる中心から GPS で数百メートル先まで出てくるんですよ数キロ先までで私は1キロ以内のところで探すとやっぱり10件以上あるんですよで楽ちんですよだからその中から選ぶんであっという間に えー、予約ができてで、予約の内容も金額から、何、朝食がついてるのかどうかって分かるわけですよね。で、ネットが使えるだけで、こんなにね、選択肢が増えるわけですよ。で、もう一個、発想の転換としては、チケットの払い戻しってあるんですよね。チケットの払い戻しがあって、私は名古屋から広島の、おなんですかね、JR の便が、チケットの払い戻しに当たってましたんで、当然、チケットの払い戻しに緑の窓口とか行くわけですよ。そうすると、ぶわって並んでるんですよね、チケットの払い戻しで。 で聞いてもチケットの払い戻しでこんだけ並んでますよって言うんですけども私ねなんで並ぶんだろうと思うんですよいつもだってこのチケットって別に今日じゃないといけないわけじゃないですよ払い戻しが別に明日でも明後日でも払い戻しはしてくれるんですよおそらくですけども1週間以内だったら別にしてくれるんで嵐が落ち着いて人がもうねそこそこ落ち着いてから行けばいいんじゃないかなと思うんですよでもう一つがですねそのチケットの払い戻しは別に名古屋駅でストップしたからといって名古屋駅で換金しなくちゃいけないってことでもないんですよ 地方の私だったら地元のねもう普段からスカスカの緑の窓口で <laughs> え数日後に交換したら全く並ばずに現金ができるんですよね。だからそういう風に発想をちょっと変えていけばわざわざねみんなが混んでる時に行く必要もないですし災害ってのをね あこういういうな今私がお話ししてるような見方で世の中を見てくることもできますしネットが使えなかったり固定元年に縛られているってことがどれだけ自分の人生を無駄にしてるのかなっていうふうに考えちゃうんですよねさあそれ今回ミスターマイヤ e さんのお話に戻っていきますけども Windows に Mac 入れる Mac に Windows 入れるかまあそういうソフトがあるのも分かるんですよ私 Mac もあるし Windows も持ってるんですよで両方使ってた時期もあるんですけども今は、えー、iMac と MacBookPro ほとんど両方とも使わないです高かったんですけどもねやっぱ いいやすすくっていいなと思うんですよそれからユーザーのほとんどの方も Windows なんで Windows で私みたいなのね、えー、人間は Windows で情報を発信すると Windows を使っていうのはあいろいろ機能が違ったりとか仕様が違うと例えば私がね Mac 使ってると Windows に対しての説明がすごくしにくいんで多分ここまでそっか軸伸びてなかったんじゃないかなと思うんですよ。最初は両方使ってたんですけどね両方使ってても Mac の質問ほとんど来ないんですよ。 まあ、あのマックで使えるアプリとかもあんまりないです高いですしねでそうなってくると単純に、えー、パソコンユーザーとして生きるんだったら。 まあ、Windows の方が有利かなとは思うんですよねでも Mac には Mac の良さがあって私もそういうところを見込んで Mac を買ったところもありますんでできれば両方使いたいなというところで Mac に Windows の、ね、ソフトを入れるっていうのはまあ両方使い無敵なんだよねかなと思いますよね、まあ。いろいろとこれからもね、えー、やることが多いと思いますけども例えば Mac に Windows のアプリを入れるっていうねソフトを入れるっていうところを、まあ、動画公開して ええー、で今回はねミスターヤミさんにまあ私のね、えー、今回に1日2日ぐらいですか感じたことをお送りしましたけども、うんうん、動画がたくさんね上がっていて本当にこれから楽しみですよね、えー、重点を置くものっていうのは結構見つかってきたと思いますけどもまだまだね世の中には多くの人の関心を集めるものがありますで最後に一言申し上げますけどもトレンドに乗ってほしいと思いますよね えー、急上昇キーワードっていうことで検索するとどんな言葉が今検索されて多くの方の興味を引いてるのかって分かりますんでそういうのを中心にタイトルとかね、えー、動画のテーマを決めていくと当たりやすいんじゃないかなというふうに思いますそれででは本日は以上です。